大人のスタミナ講座です。水曜日は青山茂治のインサイドショック、独立総合研究所の青山茂治さんです。おはようございます。おはようございます。ラジオ祭りありがとうございました。いやー、こちらこそ素晴らしい機会をありがとうございます。いえ、もう青山さんのパワーに圧倒された感じがしましたよ。いえいえ、リスナーの方々に直接目を見てお会いできたのはもう本当に中根さんはじめ皆さんのセットアップのおかげで感謝してます。さあ今日は何でしょう。はい、靖国神社の例大祭が、20日で終わりまして、ご承知の通り安倍総理は参拝なさいませんでした。そうでしたね。で、総理自身が第一次安倍政権で参拝しなかったのは痛恨の極みというふうにおっしゃってますし、それから8月15日よりもこの例大祭、一番大切な私たちのために戦ってくださった方を弔う行事ですから、本来参拝すべきであることは間違いないと思います。で、ただしですね、今回参拝しなかったのは中国や韓国の反発を恐れて参拝しなかったのではありません。そんな単純な話じゃないんです。そんな単純な話じゃない。はい、9月の末、からはっきりしてきたんですが、水面下で例えば韓国は大統領サイドからパク・クネ大統領の側から関係を改善したいとはっきり言ってきてます。はい、で、何をどうしたいのかっていうのがないんですけれども、まあ、これは最終的には日韓首脳会談をとりあえずやりたいってことになるんですね。これ今日ちょっと時間がなくて、なぜ韓国がそうなったかっていうのはあんまり詳しく言えないんですが、要はアメリカからの圧力です。北朝鮮の核ミサイルの脅威がだんだん現実のものになってきてるんで、つまりミサイルの上に核爆弾乗っけられるようになってきてるっていうのがアメリカの本音なので、北朝鮮に対抗するためには韓国軍とそれから在韓米軍だけでは全然足りない。そうですよね。はい、日本あっての対抗力ですから、だから日韓のこの不協和音をなんとかしてくれというふうにアメリカから韓国言われて、それで、まあ、いわば、韓国がその話の通りにこちらに近寄ってきてるわけですね。で、もしもそれが理由で、つまりその韓国に応じて日韓首脳会談やるために今回参拝見送ったならば、今度それが条件になっちゃうわけですね、これからずっと。そうですよね。で、そもそも靖国問題っていうのは昔からあったんじゃなくて、敗戦後ずっとあったんじゃなくて、中曽根総理が当時の中国の改革派を支援したいという理由で参拝を見送ったために、突然中国韓国がそのいわば、利用価値に気がついて外交問題になったと。で、安倍さんもそれはよくご存知なんで、その説は踏まない、その失敗を繰り返さないということで、今回、韓国のそういう姿勢変化を理由に参拝しなかったんじゃありません。理由は2つあってですね、1つはアメリカとの関係です。やっぱりアメリカ。はい、そうです。ご承知の通り、つい最近にケリー国務長官とヘーゲル国防長官の2人揃って、千鳥ヶ淵の墓園を、まあ、無名戦士と言われる方々の墓園を参拝しましたね。ありましたね、そういうことが。はい、これは祖国のために戦った人に祈りを捧げるのは当然だけれども、世界の常識だけれども、靖国はやめて千鳥ヶ淵にしてくれないかという意思表示で、ありました。アメリカも日本のメディアもそうは言ってませんが、僕はハワイの軍関係者などと会ってそれを確認してきました。で、そのアメリカに言われるがままに、まさか千鳥ヶ淵に行くことを靖国参拝の代わりにすることはありませんけれども、しかし北朝鮮の脅威を考えて日韓関係を良くすることに意を尽くしてくれという要望は受け取ってるという意味で今回は見送ったんですね。なるほど、アメリカに対するサインでもあったわけですね。はい、ただしですね、もう一つの理由がありまして、それは毎年毎年例大祭やあるいは8月15日の敗戦の日の前になると、必ずまず日本のマスメディアが参拝するかしないかするかしないかという、そうですよね、一種のキャンペーン報道をなして、そこに中間が乗っかるという繰り返しをやめさせたい。安倍さんとしては去年の12月に就任しました。そこまでの1年間の間に行きたい、つまり例大祭とかそういう大事な行事であるけれども、それをあえて外すことによって、いわばサプライズの参拝をして、そのマス日本のマスメディアにこう利用されるような
キャンペーン利用されるような習慣を自分のためじゃなくて後々の総理のためにもそれをやめさせたいというのが実はもう一つの考えです、はい、でそれを示すために正書きの奉納というのをしたわけです、正書きというのは祭壇の左右に立てる、まあ、大事な、儀式の柱になるものなんですが、これ実はもともとは内閣総理大臣や衆参両院議長やあるいは先方者の方々ですから、昔で言えば厚生大臣、今で言うと厚労大臣が、うん、はい、みんな揃えることになってたんですけど、それが崩れていたんですけれども、今回安倍さんがこれを奉納したことを含めてですね、なんとおよそ30年ぶりに総理、衆参両院議長、厚生労働大臣が全部揃ったんです。そこで実は意思を示してるんであって、参拝しなかったから言い訳にそれを奉納したということではないんですね、で、まあ、あと時間は 1,2 分しかありませんけれども、今日の僕のいわばメインの話、中西さんたちのおかげで目を合わせて、話すことができた、リスナーの方々に一番問いかけたいのは今までの話じゃなくて残り1分の話なんですが、さてその上でですね、靖国神社あるいは私たちのためにまだ見ぬ私後世の私たちのために戦われた方々 をどう弔うかということについて、靖国神社を総理や大臣が参拝するかしないかだけの議論にずっとなってる、それでいいのか、本当に根本的な問題、これは中間がどうアメリカがどうって話じゃなくて、私たち自身が考えるべき問題は他にあるんではないでしょうかということを、3点問題提起したいんです、はい、1点目は世界の常識としてそれがどんな戦争であれ、批判される戦争であれ、あるいは負けてしまった戦争であれ、祖国のために戦った人は必ず国立墓地で、弔うというのがあまねく世界の常識です。ですね、はい、ご承知の通り靖国神社は国立ではなくていわば私の施設ですね、私立です、これでいいのかどうか、でもしそれを国立あるいは公営にするとですね、次に2つの課題が出てきます、僕は RKB の前に、RKB のラジオ祭りのおかげで、九州訪問いたし、そこで、別途講演会などもあるいはライブもいたんですけれども、その時もですね、中西さん、例えば鹿児島の方から質問が出ました、なぜ靖国神社に、南州西郷隆盛先生が合意されてないんでしょうかと、つまりそう思うでしょうね、鹿児島の方はね、で鹿児島の方だけじゃなくて僕も実は僕は中学生の時からずっと疑問に思ってきたことでもあるんですね、と言いますのは今大人になった僕は例えばこの間ハワイにアメリカの軍人を訪ねてお話した時も亡くなった方について、日本は区別をしないと、皆、神のような存在であって一神教と違うという話をしたんですが、西郷隆盛さんが合意されてないのは俗軍だったからってことですね、しかし西郷隆盛さんはその西南の駅で負けはしたけれども私利私欲で戦いましたか、そうでないっていうのは国民の広く常識であって、そして、亡くなられたら皆同じだということに矛盾しますね、そうですね、したがって、これを合意すべきかどうかをやっぱ国民の議論にすべきだと思いますし、それからもう一つ靖国神社には優秀館という立派な記念館展示館がありますが、そこで日本はなぜ戦争になったかではなくてなぜ負けたのかという検証が実は不十分ではないかと、そういう見直しをするためには実は公営の施設にしなきゃいけないんじゃないでしょうかということをこれからじっくりと皆さんとできれば考えていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。独立総合研究所の青山繁晴さんでした。今でしょう。さあ、チャンネル登録だ。